ゆなです。ねえらです。ピンク、ラテ、ティー、ビー始まるよ。イエーイ。はい、ということで、壊れたレイラちゃんが見れたところで、今日の企画は、褒め合い対決です。イエーイ。褒め合い対決って何みたいになると思うんですけど、これはお互いにいっぱい褒め合って、見やついたら、1ポイントずつなんか加算されてって、ポイントが多いほど負けみたいな感じになっております。で、罰ゲームは、カメラに向かって、ナルシスト風告白です。イエーイ。レラちゃんは私の顔見るだけで、ふふって笑うんですよ。だからちょっと、まあ頑張ろうねって感じでいきたいと思います。はい、ちなみに褒めてる人もにやっついたらダメです。もう始まったらスンって無心にならなければいけませんということで、ちょっと難しいかもなんですけど、やっていきましょう。せーの、どうぞ。いきます。よーい、スタート。やっぱりですね、あのレラさんはちょ耐えてる姿がきついなって。いややっぱりレイラさんはですね、やっぱり最近すごく明るくなったと言いますか、はい、お話をしている時にもすごい楽しく明るく、やっぱり場を広めてくださるっていうところがすごく最近は良いのではないかなという気持ちがすごくありまして、ちょっと人見知りな部分があって、なんか大丈夫かなみたいな感じで思った時もあったんですけれど、最近はちょっとすごいなんていうの、パーッと心を開いてくれる感じになってきてくれてくださってですね。すごいなってね、心がパッと開いてくれる感じがあって、すごく嬉しい所存でございます。レナちゃんですね、頼れるお姉様的な、もうお姉さんだもうお姉さんじゃなくてお姉様のような存在でございまして、本当に何でもできるんですよ。喋りが上手で、私もこんなに大変で、ねえ、言ってるの難しい、うん、続きましてですね、レラさんやっぱりなんていうの、ポージングが上手というか、自分の見せ方がすごく上手でございまして、振り出しをやってるからでもあるんですけど、それなんていうか、自分のいい角度とかをすごく分かっていらっしゃるというか、すごいなんていう、写真を見てる時でもなんか、あ、この角度かわいいとか、この角度全部見てるところ、全部の角度がすごくすごくすごく素晴らしくて可愛いなって、なんかいつも画面を見ながらすごくすごくすごく参考にしていただいてましてですね、そういうちょっと宮月を我慢してるところとかもすごく可愛らしくてですね、え、無理やってほんまに。お兄ちゃんはですね、あのすごいこうかっこいい、かっこかわいい女性にやめてもう何か笑ったわね女性というか、あのですね、ゆなちゃんらしいオーラなんというか、女性らしいすごい大人なことですね、もうらしい方です、この方は。続きまして、私は行きたいと思うんですけれど、あの、なんて言うんですかね、私初めて見た時はなんか雰囲気はなんかすごい可愛らしい方で、結構ガーリー系みたいな感じの、そういう感じのジャンルを着る子だと思ってたんですけれど、すごいなんかポップなお洋服とかですね、かっこいい洋服とか、ダンスのかっこいいとかですね、すごいかっこいい、どこまで着こなしていてですね、あのすごい妹にしたいなと思ったら、まさかの同い年というふうに思いで、あの、いや、身長負けてるんですけれども、あの、守りたくなるというんですかね、すごいこの愛くるしい感じのが好きで、あの、性格も可愛いんですよ、あの、本当に、みーちゃん、みーちゃんっていう、あの、声を向けてくれるところとかですね、すごくすごく本当に好きですね、本当に。まあ、その好きなエナちゃんですね、ナルシスト風の告白がしてほしいなみたいな感じで思っておりましてですね、あの、みーちゃん、みーちゃんってみんなと言ってくれると嬉しいございます。じゃあどうぞ。ありがとうございます。私はですね、ゆなちゃんのナルシストの何かというと、とてもあの言葉で言い表すこともできないほどの女の子で、とても可愛くてかっこよくて、すごいあのみたいな、そういうのがあの見たいです、私は。今あの笑うのごまかそうとしましたよね。すいません、すいません、
すごい、私としてはあの可愛いヘラちゃんですね、あのナルシストみたいなっていう思いがあってですね、見えるところがなんかたくさんあって、ナースが甘いところとかですね、まあ、やっぱ大好きなところとか大好きなところとか大好きなところとか、まあ、愛してるところとかがあるんですけど、愛してるとか愛してるとか愛してるとかがあるんですけれどまあ、やっぱりここは勝負なので私は負けれないかなみたいな思っていて、絶対にレラちゃんを 愛してやまないレラちゃんをあの罰ゲームにはめるので やらせたいみたいな感じで、なんか罰ゲームすごい嫌がってたので、その嫌がる姿も可愛いなと思いながらも、可愛いなと思いながらもですね、あの私は罰ゲームはレラちゃんに受けてほしいなって思っております。先ほどからですね、あのすごい罰ゲームをやりたくないしたいんですけれども、見やついてるよね、見やついてる、首振り姿も可愛かったですよね、ちょっと見ていただければ分かります。終了ー、おーねー、リアちゃんが笑った、私も笑っちゃう、笑ってたね、本当に私が笑ってもリアちゃん笑うしね。じゃあ結果発表をします、はい、ユナから言うね、はい、ユナのニヤついた数が11回。おおおお、あ、じゃあ私も結構多いと思う、はい、ついつい多いと思う、はい、じゃあ次、レーナのニヤついた回数20回倍じゃんそう、倍、そう、倍じゃん、倍ニヤついてた、ということで罰ゲームは、レイラちゃんの決まりでーす。言わせたいことは言うな。言わせたいことはいいよ。あ、わかりました。あの、ちょっと少女漫画でありがちな感じの宿を行かせていただきます。俺以外をみんな、みたいな感じでお願いします。俺以外をみんな。俺以外を見るな。いいですね、やっぱり告白された気分になりましたか、皆さん、うんって言ってます、よかった、本当ですか、本当です、私結構一回もにやつかない自信あったんだけどさ、レイラちゃんを笑かしようとするとさ、レイラちゃんがふって笑うじゃん、ふって笑っちゃうのいやだから意外と難しかったです、笑わないでって言われると笑っちゃうっていう、うん、びっくり、なんか普段そんなことで笑わないのに笑っちゃうみたいな、あれちょっと今日はゆったりとした動画だったかな、雑談みたいな動画でした。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。あっとグダグダなんだけど大丈夫そんなに